皆さん、生配信ご覧いただき本当にありがとうございました。教わった中国語はこれからどんどん使っていきますね。今日はお家で一緒にくつろいでいるような気分を味わえてとっても楽しかったです。皆さんもいい年末をお過ごしくださいね。そしてたくさんのコメントもありがとうございます。また次回もお楽しみにしていてくださいね。それでは以上、乃木坂46でした。再见。